ドライヤー中年。あ、来た。あ、来た。始まりました。こんなこんなで。昨日じゃねえや、前回私リーダーで、はい、爆勝ちしまして。勝ちましたね。爆撃を出したんですよ。5000枚ぐらいプラったんでしょ。ですよね。3人ともプラスってことで。そうです。2回連続3人ともプラスです。ですよね。はい。ポンリノがリーダーで全員勝利。うん、はい、で私リーダーで全員勝利なので、もうここはやっぱっていうことなんですけど。まあ、そう、順番で言えば私ですね。流れで言えば。はい、ただ ゲームはやらなきゃならないんで。ですよね。うん、あ、先生はそれで大丈夫なんですか。リーダー。まあ、もうこの流れなら引き受けざるを得ないです。あ、さすがですわ。なんで、まあ、ぜひ今日はゲーム買っていただいて。はい、うんうん、破れかぶれゲーム。炙りカルビゲームなんですけど、はい、なんですか、それは炙りカルビって、はい、噛まないように1回ずつ増やしていくんですけど、ちょっと、はい、我々はさすがに人前で喋る仕事をしてますから、あ、そうですね、まあ、決着がつかない可能性があるので、うん、滑舌だけは我々もしっかり、ね、はい、プロでありますから。わかりました、わかりました。なので我々は炙りカルビ破れかぶれでいきます。炙りカルビ破れかぶれ、炙りかぶり破れかぶれ、炙りかぶれ破れかぶれ、炙りかぶれ、じゃあ間違ったこれ。いきますよ。はい、まっちゃんから始まる、はい、イエーイ、炙りカルビ破れかぶれゲーム、イエーイ、炙りカルビ破れかぶれ、炙りカルビ破れかぶれ、炙りカルビ破れかぶれ、ある。おい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 、あるってなんだよ。まばらだこら。なんて言った今最初。あれって言いましたね。お前は炙りも言えなかったらもう終わりよ。え、終わり脱落。じゃあもうマリムさんから、はい、炙りかぶりで。何何炙り何え炙りカルビ。わかりました。まっちゃんから始まる。おまっちゃんから始まるんすか。俺もまっちゃんだから。マリムさんだから。なるほど。イエーイイエーイ、炙りカルビ破れかぶれゲーム、イエーイ、炙りカルビ破れかぶれ、炙りカルビ破れかぶれ、炙りかぶり破り、だめだ。あーあー、悔しい悔しい、言えなかった、悔しい。なんだよ、じゃあ俺リーダーか。結局リーダーというかね、さすが。じゃあ今日どうしますかっていう男なんですけども、まだ時間はございますね。僕25番です。俺その後ろだ、俺26番っすわ。私19番でございます。19番、はい、19番。だから結構まとまってますよ。近いんで。どうします、 6.5 行きたいじゃん。行きたい行きたい行きたい。 6.5 って言ったら犬屋敷、カバネリ、新鬼とかでしょ。行きたいっすね、大体ね。ただ鉄拳とか戦国、正宗戦国だったら並べるとは思うよ、3人で。僕正宗は打ったことないっすわ。正宗は宝くじだね、あれは。宝くじでもいいっすよ。宝くじ、そうっすね。じゃあ全員勝利3連勝する。内野中年は 6.5 で攻めるぞ、はい、おーおお。ありがとうございます。犬屋舎行けますよ。いやいや、行かない方がいいと思う。行かない方がいい。ああ、ここ取れないのか。いや、ちょっと中途半端だな。じゃあこう取る。あ、取れんじゃん。あ、松本さんも何か言います。すげえ、島選挙集団だ。これでいいんじゃない。行ってみますか。1台ぐらいあたりあるか。じゃあ座っちゃおう。じゃあこうするか。じゃあ正宗戦国、はい、行きますよ。はい、もう設定とかじゃなく宝くじだと思って打ってくださいね。この台は了解いたしました、はい、こんな狭いところで肩が振りますよ。じゃあ打ってきます。いや、ちょっとちょっと兄さん、ザトウ、ザトウイチ、ザトウイチ、たけしさんのザトウイチの、懐かしい、たけしさんのザトウイチの肩の抜き方。もう飽きてないよ、すでに。おった方は打ってるんですか。打ったことあるんですね。私はあります。短い時間ですけど、一連の流れだけ。わかりました、はい、一度体験しました。通常時はこれ何をすればいいんですか。右にバーを狙って。右に狙う、ごめんなさい、左でした。左にバー狙って。、はい、右は適当に押して、スイカ待ちと。でスイカか、青7の上、二連7の上の7が上下段に止まったら、スイカ狙ってください。
青ナナがスイカの代表やからな。なるほど。で右の兵力あるじゃん、はい、だから100分の100になった時にチャンスの抽選が行われると。なるほど。はい、あとは、まあ、チェリースイカチャンス目かあたりで直撃チャンスゾーンの直撃抽選もしてる。マサムネ3に雰囲気すごく似てますね。マサムネ3覚えてないんだよね、あんまね。なんかそんな感じだった、はい、あ確かにそのナビの回数貯めて、うん、みたいな感じでしたもんね。あそうだね、はい、あとレイアークでチャンスゾーンの抽選っていう AT 直撃がかなりレアだと思う。あなるほど、ほうほうほう、うん、見たことない。解析数値的には一気掛けチャレンジですか、チャンスゾーン、うんうん、これに相当な設定差がございましたね。あそうですか。150から90。おでもそんな入るの、はい、みたいな感じでございますんで。じゃあ成功しないってことですか、入るか。結構ね大変だけど、あの押し順をこう自分で選んでいくタイプの7つの大罪とかさ、はい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 、シンフォギアみたいな感じだから、はいはいはい、チャンスゾーン自体は俺好きなんで。あなるほど。ですよね、うん、高設定だとジャックチェリーとかでも、はい、チャンスゾーン当たるっぽい。へー、ジャックチェリーが左にチェリー出て右中段にチェリー溜まったらジャックチェリー、はい、そういうなんかもうしょぼい役でも当たる。なるほどなるほど。そうっすよね、だって90分の1ですもんね、6、うん、と150って相当あの判断聞きやすいと思いますからね。ただ6掴んだところで107%。そうなんですよね。おそのくせ一撃で5000枚だ7000枚だとかね出ちゃうから。やるしかないってことだね。だから1回のチャンスをものにするだけってことですよね。やるなら今しかねえってことですね。を気にしてたら多分漏れなくやられてると思う。勝因も敗因も設定にはあらずと固執しすぎるのは良くない。マサムネ3もそうでしたもんね。あれも設定本当関係なかったですもんね。その日の体調だね。確かに。あじゃあ誰か一人がやらかしゃ足りるみたいな感じなのか。あそれはあると思う。そっちはね。あ赤い外れた。あ、これ当たりそうじゃね ?3 回目まで行ったら。ほらほらほら、チャンスパターン出てる。OK! 初の1だけ。お夕方イコール降格したステージでおちゃんめ。これでファーストナビで行き先決めるかな。ほうほうほう、ね、ちょっとミスしてもらおうかな。これで当てると、なんかね、あのマスが良くなったりする。選択肢のね。はい、当たってない。あこれはいいパネル。多分これなんかあるんだよ確かね。あシナリオ的な。そうそうそう。おーほうほう。もう出てたかなこれ。出てたな。なるほどなるほど。あなんとなく分かった。値もいった。ほうほうほう。で俺はこれ左を取らなきゃダメと思って。はい。これがチャンスや。はい。うまい。うまい。うまい。じゃあ値も続きます。継続プラスなんで。うまい。2つ進んでるね。まあ、なんで中を選ばなければ OK って感じです。だから右選ばない。右選ぶも割と理解できると思う。ここ継続したら熱いな。しないもんね。よし OK。 継続なんかさせないもんね。1,2,3,4,5,6 6個を。ただこれ俺これはねよくわかんねんだよね。初めてこのチャンスゾーンは消化する。ベルレアヤクル愛獲得。うわーだから一応星3でジャッジメント。あしかもこれでここからあジャッジメントじゃないや。ここからまたチャンスオンのチャンスオンみたいな感じのことやるんですよ。ヨシはキラー。なんか書いてある。おあ二択になるのね。まあいっか。あー残念。はい、10ゲーム間でポイント貯めて11ゲーム目に、そのポイントを参照してジャッジメント。良さそうだ。あ、溜まった。あ、溜まってる。ここでこれもこれいけるパーセンテージみたいなのを貯めていく感じですね。ねえ。あ、なんかめっちゃ上がってんな。
はいはいはい、リノポンは何のチャンスやってるの。はい、あの小十郎ね、チャレンジ中のあのチャンスです。はい、え、当たってんの。あ、そうなんだ。まあ、子役引いた方がいいですよね。アナゴは切らん。5個、5個ってどうなんでしょう。黄色だよ。赤までいった、赤までいってる。あ、リノポン当たりそう。まあ、あと5ゲームありますからね。そーっとちょっと弱そうだな、初めてやるんだろう。おい、まあまあ成功でしょ、こんなん多分当たりますよ。おいは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 い、いや、もうこれは通る、この流れは通る。あ、いい、はい、戦国でございます。いいじゃん、まっちゃんいいじゃん。あ、それはね、継続継続。おい、当たり前だけど、継続しかないですもんね。猫ちゃん通るとね、継続なんで。レア役以上とか継続以上とか。え、なんかめちゃめちゃいいそれ。おい、あ、あ、これは、あ、突破です、突破です、突破です。あ、そう、昇格か。あ、突破だね。うわ、おい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 、左さえ取らなければそれで継続じゃねえ、昇格はしない。おい、左はダメ、左はダメ。あー、オッケー。おい、うまい。おいおい、これもう一回やったらいきなり手押し決戦あるんで。あー、そうですよね、うん、あ、猫ちゃん来ない。おい、え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 、ちょっと待って。おい、え、ほら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 、ある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 。おい、マスモさん、馬尾なんじゃないのこれ、マジで。馬尾、馬尾だ。あー、馬尾さんだ。右第一、全然当たんない。これは全然当たんない。おい、おー、行く行く。おい、おい、あー、でも3人揃って3人戦国じゃないですか。え、結構はこれめっちゃ早いっすよ、うん、早いっすよね。まさか3人揃って AT 降格いけると思う。4000円、アダビジョン4000円。あ、これまだ AT 降格なんだ。はい、これで AT 50% ですよね。 50% ぐらい、うん、じゃあ行きますか。おい、じゃあ私も行きますわ。いや、この絵は結構3人とも同時にこれは結構レアだと思う。いや、かなりレアだと思いますよ。これは一応取っとこう、この絵面は。己の道を順調に。はい、頑張ってるじゃん。たけしさんだ。で、こっちがなんかまあチャンス告知みたいな、こっちがフリーズ告知だ。どっちが、どっちがこの水上になった。いや、僕チャンスでいきます。じゃあ僕フリーズでいきますよ。あ、すごい。どっちの子選んだらいいんだろう。これデモですよ。どっちも好きなんだけど、基本的なやつですよ、こっちは。まあ、好みですよ。 50% ですか。 50%。 フリーズにしようかな。フリーズでした。フリーズの場合はなんかマイゲーム固まるのよ。ほう。で、ここがなんかね、まあ、こっちの色もそうなんだけど、ここの色がなんかで変わってくる、うん、で、青、黄色、緑、赤、ウィーンっていう感じです。じゃあ行きますか。はい、行きましょう。おい、ほら青だ、 今青だ、青、黄色になった。あ、黄色になった。でも僕いきなり、あ、いけそうじゃない、緑。リプレイの4分の1でこれ6択になるんですけど、これが4分の1を引いたと、フリーズすることもあると。で、6択で、AT です。基本はそのままフリーにすることが多いけど、僕、まあチャンス目だ。中押ししてみようかな。いや、中押しなんだよな、まず。え、いや、これで見れる。ダメだ、まあ、ちょっと映ってるか分かんないですけど、まあ、ここからだと映ってないですけど、右の方に、10回これはチャンス目でダメだ。の戦歴が見れたって形ですね。いけ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 、これいけ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 、これはアウトっぽいな。あ、出ない。これアウトだな。いきそうだったのに。はい、ということで、今回は2位。うん、今回2、3、赤でダメか。あ、合ってたの。あ、結構いくね。あ、なるほどね、このパターン。これはいつも通り。あ、なるほど、なるほど、なるほど。どうしようかな。子役を、まあ、結構なんか同じ押し順が
食うんだ。じゃあ左から行ってみようか。順押していこう。じゃあ最初はね、はい、いただきドン。あー残念。あー全然違う、なんか左に見えた。おー、いやこれ中段ベルとか、あこれでもこれ8分の1です。けい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 けとかそういったのがあるので、あーこれいっそいっそ頼む、2回ずつやってる。よっしゃ、いった。オッケー。うわー早っ。焼きました。ちょっと俺青なら狙ってたもん。それは揃わねえよ。それは金だわ。僕青なら狙ってたわ。しかも今僕は8分の1なんだよこれで。早い。どうだ。いやー難しい。3人揃っていこうぜ。まあ、このキャラクターによっても50%だぜ。うおー冗談か。選ばれし者に、選ばれし者に俺は。あーなれない、なれない。あスイカ。あなんか結構引くね。たったのベアコヤクめっちゃ多い。たったの10ゲームぐらいで。いや、やばい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 。いやいやいや無視かい。頼む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 。うわなんかいけ、なんか、うわぁ。フォローとかないよ。フォローとかないよ。そんなのないよ。フル波じゃん。いやダメか。当たり前のようにやらせてたけど。波出たなと思って。あ、波出てる。かぁ残念。アタクシはダメでございました。ミノポンダメだった。ダメでした。あ、バッチ行くんじゃないこれ。あ惜しい。惜しいとか惜しいじゃない。おめおめ。あ来た来た、ザトウイチ来た。たけしさん、すごいすごいすごい。こんな狭いとこで刀振りました。よし、すげえ、ナイス。3の2だから割といいよね。よーし、じゃあ行きますか。いいですね。行くぞ。腕押し決戦スタートね。うわー、ここでほら押して、それ押してドンブルーで、これで7揃いレベルをね。ブルーレジェンド、あ一番しょぼいのね。あブルーレジェンドではない。レジェンドじゃないですね。レジェンド、あの最後に押すと答え合わせできるから。あへー、今は示唆で最後は正解を教えてくれると、うん、あんた 何レベルでやってたよっていうのがね。あ猫ちゃん、猫ちゃん来ない。多分2回は揃うでしょ。おそらく。2回までは OK。2回までは揃うと思う。おわか。え、50以上かな多分。メゴ姫とかね、小十郎とかが来るといいよ。強いですか。あの2来るとまあ良くなる。上乗せ性能が上がったりする。終わんなくなったり。ほうほうほう。セリフなんだろうな、弱いのかな。まだ揃うか。俺3回揃えられたことないんだよな。3回目まではあるのかな。この次あたりから終わるのかな。猫ちゃん、まずは猫ちゃんを出さないと。揃ってちょうだい。あー残念、3つで終わりで、ここで押すと、まあ、一番下でしたっていう、ね、レベルが。まっちゃんだからそれ、あ2回で終わりなんだね。で押してください刀。あ一番下でしたと。あ一番下だとこんなもんだねっていうところですね。
あ、そこで引いたよ。出るか。30。多分僕は90だと思います。はい、30の3つで90。80。僕は50と30で80です。はい、なるほど。ただここから今日1日 AT 終わんない可能性もあるから、収録中。なるほど。そういうことは、あの、起こりうる機種なんですよね。スタート地点に過ぎないと。そう、消火中は、まあ、いつも通りよね。お城を目指します。はいはいはい。でお城の中に入るとバトルがよく発生するようになって、このバトルで勝つと上乗せと上乗せプラス秀吉決戦の2パターン。ほう。じゃ、あの、滑って揃うやつ、左がっていうことなんですか。左バーバーと左中段バーバー、すごい滑る。これ分かった方が面白いんで。それは秋山ベルだ。よし、じゃあ私もう一歩で行きますわ。なるほどなるほど。はは、理解した、あんま難しくないよ。そうですね、だから昨日今日パチプロ始めた方にもすぐ馴染む。ただ昨日今日始めた方はお金の減り方にびっくりすると思う。いや、確かに。なるほどね。え、こんなにパチプロってお金使うの。じゃあ Y はもしこれ抜けたらチャンスの方でいくか。リノポンの畑を打とう。お願いします。まあ抜かさないけど、抜けさせない。いけ、これまさか一冊なのかな。どうかな。なことねえだろ。あ、そんなことなさそう。じゃあ戦モードいきますよ。なんかここ15か。お、猫ちゃん猫ちゃん猫ちゃん、あー猫ちゃん来ない。これ下段に止まったこと1回だけあってね、その時は揃ったんだよね。猫ちゃんカットインで、ちょうど中段の時もあった気がするんだよね。あ、どうした、あ、あ、あ、いった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 。うわー、ナイスです。ナイスです。すげー、まっちゃんナイスです。ナイスです。ナイスです、まっちゃん。2周目、ド派手な2周目来た。いや、続きたい。中段で当選したってことなんだ、今中段でね。見るの忘れた。松本さんお上手。行かないの、マジで。よし、行った。これか。右だな。右左中右から右だったら逆挟みだね。いや、それ当てれたらやっぱ。おい、そう、うわ、すげえ、うまっ。おい先生ナイス、うまお。俺らが出しとくから。ありがとう。いや、すいません、すんまへんね。あっ、金ナビだ。金ナビ、すんまへんね。2ループね。あ、金金ちゃん。おい、青。いいよ。ここでもう一個か。そうそう、これで赤以上ね。
さらにこの先に 金だかレインボーだかあるわ、うん、ドーン。さあボタンポイント、ボタン、あー、これはい、ドン。猫ちゃん、なに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 、あー、なるほど。あ、へー、そんなパターンもある。おい、おい、あ、転いそう。おい、お、帰った。はい、あ、なるほどなるほど、あれは外しても大丈夫、払えればもらえるやつ。うわうわ、いい波出た、いい波。うわ、ブレッシュ、これブレッシュ点滅した。お願い、終わんないで、終わんないで。ああ、1ね、レベル1。お、まあ、そもそもまあまあやってんな、すげえ。私はこれ110以上ですね。行っちゃうか。はい、110超えればあっち。ダメか、やっぱ110でした。続いてるね。意外とレベル3とか4とかあったりして。可能性ありますね。いや、うまいな。これに小十郎とか出てきたら結構あっちいと思うよ。おい、メゴ姫がいれば上乗せがパワーアップするんだよね、確かに。これはすごい。ここ継続してるときに出したいキャラで。迷惑くしなすんですか。そうだね。あ、なるほど。すいません、お先に2枚目行かせてもらいます。あ、まあ、どん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 やっちゃいなよ。お先です。俺ら増える一方だから間違いない。お先です。あ、ここで終わった。カットだな。あ、イエロー。でも黄色だもんね。うまいね。さ、定木うまかった。こっちだとなんすか。こっちは一撃だね、全部まとめて。おー、行ったのか、うん、おい、8個でしょ。8個です。240あるってことですね、うん、おー、行った行った。20だけちょっと差ある。どこが50だった。ここだ、なるほど、あざったか、うん、おい、あ、やばいやばい。これがまた7揃いさせてっていう流れですからね。そうだね。あ、すごい簡単。あ、出た、簡単。簡単だこれ。なんだこれ、ゼロアマ台だった。でも3人で2人通してるから。いや、そうそうっすね。しかもスタートほんと早いから。団子三兄弟だと思えば相当いいよ。確かに確かに。秀吉ちゃん、決戦ちゃん。うわー、すごい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 。リールが壊れる、リールが壊れる、リールが壊れる。ご視聴ありがとうございました。続きはジャンバリドット TV プレミアムにてご視聴ください。え、2人ともちょっと何か言ってください。ご視聴ありがとうございましたとかちょっと言ってください。見てくださってるだろう。言ってください。